こんばんは。水曜日の真夜中の王国始まりました。パーソナリティの羽野明です。山本浩二です。そしてエンターテインメントニュースの安岡由美子です。よろしくお願いします。さあ早いもので台湾のバラエティ番組の大御所ワンツーチアオの FM 番組では独自のヒットチャートを作り日本の音楽を紹介しています。今ファンツーチアオさんは音楽の天才という番組の収録中です。この番組は日本の音楽をたくさんかけている番組でハーリーズの中ですごく人気があるんですよ。この日のゲストはアジアのスーパースターフェイ・ウォン。日本についてのトークでした。あ、どうも、こんばんは。日本からやってきました矢部美穂と申します。はいはい、美穂さん、はいはいはい、初めましてね。初めまして。あ、お疲れ様。お疲れ様でした。はいはい、はい、あ、さよなら。はい、あ、帰らないでください。あ、あ、はいはいはい。今ね、すごく日本ブームっていうのは広がってると思うんですけど、これからこの日本ブームはどうなっていくと思いますか？現在很多人提到哈日哦，有小部分的人还是会觉得说，这个好像有一点这个不爱自己的国家去爱别的东西这样子。但是我想慢慢的这种东西会消除，然后大家会越来越热络这样子。ファンツーチャオさん自身はこれからも日本のブーム、日本のカルチャーっていうのは伝えていこうと思ってますか？哈日当然很热门，但是有另外一股是哈韩，就是喜欢韩国的艺人哦。所以其实，那我们做节目的，或者是我们在做文字的报道的时候，其实还是得照顾到那一部分。也许哈韩，甚至是喜欢泰国的，叫做哈泰啊，都还没有超过哈日。可是，我想我们当然会继续去哈日去做什么的报道，可是应该还是会朝多元化去前进。握手最後いいですか？はい、どうもどうも。ありがとうございました。幸せ。こちらは台湾のタウン情報誌編集。